こんにちは、佐々木です。本日はメルカリタブレットという検索ワードで出品検索してみたこの商品を激安で購入できるチャンスですよというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい、えー、この動画ではタブレットという検索ワードで、まあ、非常にですね、あのお得な商品を見つけましたのでぜひ、ね、紹介させていただきます。はい、えー、こちらですねはい、えー、こちらにですね、タブレットを、ね、入力していただきましてこちらですね。 売り切り完了してください。はいえー、そうしますと、こういったふうにですね、えー、と非常にお得な商品が出てきますね。で、あまあ、例えば、こ iPad ですね、iPad Air では2 2000円なんですけど、まあ、ぜひですね、こう例えばですね、あのまあ、テレビ機能とか、ね、なくてもいいって方は、ここですね、おすすめコフです。FireTablet ですね。はい。であのこの FireTablet なんですけど、まあ、中国製とかね、比較してですね、あのまあ、私両方使ってるんですけど、 こうたすごいスケのいいです。で、弱点はやっぱりテレビですね。テレビ機能も入ってるんですけど、ある程度ですね、あの検索とかね、あの、文字,文字というか、地図ですね。地図、あの行きたい場所とかね、変なロックをね、あの鍵ロックかかんないので、非常におすすめですね。はい。だからそれがですね、1万2500円で売ってますので、ね、ぜひ、あの、すごいおすすめですね。はい。なのぜひねあの、タブレット欲しい方とかはですね、新品で買うよりもメルカリで購入された方がね、 まあ中古でも非常にお得な商品たくさんありますので、ぜひね、まあ、参考にしていただければいいかと思います。はい。はい。LINE、えー、登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それとで,ですね、えー、YouTube が一切受け付けてません。LINE 後登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。 ありがとうございました。